チスドイツ、闇の中心への最後の追い込み。特殊作戦執行部が俺の指揮下にある6人を採用した理由はただ一つ。第三帝国の最後のあがきである極秘計画、プロジェクトフェニックスのファイルを回収するためだった。連合軍の奇襲部隊は敵の最も弱いところに投入されたんだ。これは俺たちの最初で最後の任務となるはずだ。世界だ。誰か救ってくれ。ダスピダーニャ。行こうぜ。ショータイムだ。うまくいくと思うか。貨物列車から援護する。見られても死人に口なしってことでいいんじゃない？道を探してくれ。隠密作戦が効いて呆れる。
あいつに言っても無駄だ。生き延びたことだし、ここに何をしに来たのか教えてくれるんだろうな。潜水艦基地が最終目標だ。侵入したら
あるものの確保に向かう。確保って言うけど、それは一体何を指すわけ？キングスリーは最初からそうだったよな。宝探しに来たわけじゃないんだろ。ああ、どういう作戦だよ。よくわからない。 SOE さえ知らないっていうのか？俺は降りてもいいんだぞ。名前だけはわかる。フェニックスだ。何に立ち向かうかさえわからないの。それを見定める、そういう作戦だ。 SOE によるとドイツ軍は何かを運び出そうとしている。箱いっぱいの文書だな。極秘中の極秘だ。俺たちがそれを見つける。そんなに重要なら軍を派遣すべきじゃない。したさ、俺たち6人。なあ、俺たち軍も違えば生まれた国だって違うんだぜ。静かに下がって。なんでこんな自殺任務に選ばれたんだ？上層部はドイツ内での隠密任務に6人のスペシャリストを選んだ。軍隊には不可能だからな。目立つし遅すぎる。その通りだ。敵はまだ気づいてない。侵入し文書を奪って立ち去る。計画は分かったか？ナチスを殺して、そんなことも。入り口はこの線路を渡ったところに。ドイツ兵が気づく前に文書を手に入れよう。私は貨物列車から援護する。遅かった。やつら逃げたようだ。フェニックスは近くにあるはずだ。追いつけるさ。箱を運んでる連中を見たか？潜水艦に積むようだ。かけてもいいが、あれが目標だろう。だったら早く行かないと。派手に吹っ飛ばしてやるか。いいや。待て、騒ぎは起こせない。アーサン、あの書類は第三帝国の最高機密だが、なぜこんな偏僻な場所に。だからなんだ。筋が通らない。宝石を放置しておくようなものだ。誰にも見せたくないならドイツ軍全体でここを守るべきだ。奴らもフェニックスが何かを知らないんだ。ナチス同士で隠し事をしているっていうの？ああ、その秘密を握っているものが最も危険だ。ああ、だから武器を持ってきた。奴らを撃つのさ。
早くしないと書類がドイツ国外に出ていっちまう。お前たち3人は足場で騒いで時間を稼いでくれ。ウェブとノバックは俺と来い。乗り込むぞ。行くぞ。私たちは足場から援護する。ついでに出口も探しておく。俺たちを撃ったら置いていくな。地雷原がないだけマシだ。潜水艦に箱を積むのを見た。援護しろ。俺たちが乗り込む。頑張れよ。俺は脱出ルートを探す。ハッチがあった。いよいよだな。箱を見つけてここから逃げるぞ。リチャード、援護しろ。お前が先頭だ。真正面だ。お前に注意しろ。大丈夫だ。あそこが司令室だな。ハッチを開けるぞ。そばに来い。グレネードを使う。クリア。やつらを倒した。ノバック、お前金庫破りだろ。開けてくれ。アーサー、サイレンが通った。まずいな。急ぐぞ、ノバック、手伝ってくれ。危ない、グレネード。ノバック、ノバック、oh.
ロシア人にイギリス人オーストラリア人それからこいつ終わらせろ礼儀正しいなイギリス人か生まれも育ちもケンブリッジだよくもこの私の夜を台無しにしたな ベートーベンのピアノソナタは優美だがだからこそ全身全霊で拝聴しなければならない分からんだろうな黒人も英語で命令できるのかお前たちはそれに従うと The Fiesen Bist ist vor eines war zum Befehler und ging es um die Wahl Es spricht auch Deutsch続きを話せラインラントなまりだノイシュタット生まれだな占領下の故郷でお前は俺に似たフランス兵が町をカッポするのを見たはずだ故郷の女を守れなかったドイツ語が話せるとそういう話をよく聞くハハハ面白い敗北を忘れたかあの爆弾の音はお前たちをまた打ち負かす証だ打ち負かす打ち負かすか面白い言葉を選んだなさっきも言ったがさっさと終わらせろそうそれがお前の望みだ自分の身を犠牲にするリーダーになるためにお前の望みを叶えに来たわけじゃないむしろ逆だ。うん、で、やめろ。お前ら雑魚だまり。魂、手を切るためだ。片付けておけ。残りはトラックに乗せろ。